高い球を打たないといけない状態、はい、でまあどういう状況やねんっていうのを、はい、まあ、皆さんにちょっと説明させていただきたいなと。ここに構えてゆっくり打つ。おー、だからもうそのクラブをそのまま普通に打つだけ、はい、でまあ勝手に高い球が出るっていう。皆さんこんにちは。こんにちは。マヨルの久しぶりです。あぼあぼ。おんちゃんです。はい。はい。なんか食い気味ですね、最近ちょっと。ボンちゃんですよ。僕まだ終わってないですよ。ふわふわアポがちょっと止まってない。終わってない。終わってなかったんですか。すいません。もうちょっと、まあ、開けるか。はい。はい、ということで今回はですね、はい、北六甲カントリークラブのアプローチ練習場をお邪魔してるんですけど、はい、今回は、はい、なんとね、まあ、僕らがまたアプローチの動画を出すということで、頼みますよ。頼みますよ。でも、視聴者の方からね、はい、こう結構、まあ、ご要望がいっぱいありまして、はい、今回はふわっと上げる、まあ、アプローチの打ち方を教えてほしいという、うん、声がありまして、これを、まあ、僕流と、まあ、ボンちゃん流、はい、まあ、2パターンをちょっとね、うん、皆さんに伝授させていただこうかなと思っております。はい、まあ、まずは、まあ、高い球を打たないといけない状態っていうのを、はい、まあ、皆さんに紹介して、まあ、そこから僕らの理論をね、うん、しっかり説明していこうかなと思っております。はい、ぜひ皆さんね、最後までご視聴のもと、高評価とチャンネル登録お願いします。お願いします。で、今回みたいな、はい、元気ですよね。切り替え、急にちょっと切り替えた。あ、切り替えた、はい、切り替え大事ですからね。切り替え大事、はい、今日はラウンドしないんで切り替え大丈夫ですけど皆さん今回みたいに皆さんのご要望に お答えした動画とかを、はい、まあ、どんどん撮っていってますので、はい、ぜひ皆さんね、こういう動画撮ってほしいとか、まあ、こういうのが知りたいとかありましたら、ぜひ下のコメント欄に書き込んでください。よろしくお願いします。お願いします。では行きましょうか。はいはい、まあ、テンション上げないとボンちゃんちょっとね、怪しいことが起こるんで、はい、じゃあ早速ボンちゃんから、はい、高い球、まずそうやな、高い球を打たないといけない状態、はい、でまあどういう状況やねんっていうのを、はい、まあ、皆さんにちょっと説明させていただきたいなと思います。はい、で、まあ、前回ね、低い球の時に、まあ、低い球を打つ状況っていうのをちょっと軽く解説したんですけど、はい、まあ、高い球はその逆で、はい、まあ、例えば今ここから、まあ、アプローチしますと、アシャノルピンに向かってアプローチします。って時に、まあ、パッと見た時にグリーンが始まるラインからピンまでが結構近いんですよね、この状況。まあ、そういう時は逆にこうランニングやとグリーン上にキャリー落とした時に止まらないです。はい、そういう時に高い球を使います。で、まあ、そうやったら低い球でクッション入れたらいいんじゃないっていう話もあると思うんですけど、うん、まあ、クッションを入れるっていうのは極力、まあ、避けたい、まあ、本当に最終手段ですよね、クッションは、うん、ゴルフの中で、はい、基本的にはやっぱグリーン面にファーストバウンド落として、まあ、夜にやったらそれが一番ベストな選択かなと思うんで、はい、こういう状況とかやったら、まあ、下りもありますし、まあ、グリーン始まってからピンまでもちょっと短いですし、うん、こういう状況だと、まあ、高い球を打ちたいなと、はい、まあ、ふわっと上げたいなっていう状況になります。こういう状況の時は皆さんもね、ふわっとした球を打っていきましょうという、はい、簡単なやつ、超簡単な高い球の打ち方、お願いします。僕の場合なんですけど、はいはいはい、溝がないんです。それ言っちゃう、はい、スピン効かない、はい、でも昔から僕スピンかけるの好きじゃなくて、スピンかけないタイプだったんです。はいはい、でスピンかけずに止めたい人やったんです。なるほどね。ノースピンでスピンを、そう、スピンをかけないんだけど落ちてから転がらない球を昔から打ってて、それをちょっと皆さんに、まあ、あんまり教えたくないんですけど真似されると嫌なん で、これでアプローチ職人みたいなのがいっぱい出てきたら僕ちょっと困るんで嫌なんですけど、商売上がったりやん商売上がったり、みんな左手で打ち出したら俺の意味がなくなる。そう、差別化できなくなる。あんまり言いたくないんですけど、まあ、今回、まあ、どうしてもということなんで、はい、ちょっとやっていきたいと思うんですけど、あんまりこの動画シェアしないように皆さんこそっと見ててください。切り抜き禁止でこそっと見て。普通の人でか、まあ、プロとかやったら結構スピン効かして打つ人とかもいるんですけど、うん、僕はそうじゃなくて球の速度を遅くするんですよ。お、じゃあ基本的にボールは落ちてから転がらない、だから球が多少高くて、速度が遅い球を打つことで落ちてから全然転がらないんで、わざわざスピンをかけるっていうショットをしなくてもゴールは止まる。なるほど、そういうやり方ですね。まさにふわっとですね、はい、ふわっと打たなきゃ止まらないですか、はい、
早く教えてできるか。ちなみにクラブは56で56度、はい。でよく僕とかスピンかかすときとか効かすときとか右足とか真ん中ぐらいに置くんですけど、左足です。左足つま先ちょい内ぐらい、ほうほう、ここですね。まずやってほしいのがいつものアドレスあるじゃないですか、ランニングアプローチのアドレス、はいはい、これを左足に持ってきてほしいんですよ。なるほど。これ一番最初やってほしいことで、僕ちょっと残念ながら今打てないんですけど、僕は以前はこうやってアプローチしました。ほう、それは普通の球ってこと？いや、これで球上がるしめちゃめちゃ遅い球が出るんですけど、ちょっと今バンス効かさないとちょっとごまかしきれないんで、ちょっと僕は今開け、おー、なるほどね、はい、本当やと開かないで打ってました。こうやって打ってました。そうなんや、はい、このポジションで打つだけで球のスピード遅い、落ちてからは止まる。で、あともう一点一番大事なのが、スイングスピードをめちゃめちゃゆっくりにする。なるほど。ここに構えて、これダメ、これ絶対に球止まらないし普通の球は出ます。速度的にここに構えてゆっくり打つ、とにかくゆっくり。ちなみになんですけど体重は？体重左です。左、まず73ぐらいですか？はい。でスタンスはそんなオープンしない？オープン、多少オープンぐらいですね。若干オープンぐらい、若干オープンぐらいで、ここへ、でフェース開かずにゆっくり打つ。開かずにゆっくり、一回やってみてください。狙いどころ、狙いどころ決めて。でも止まらへんね、これ。ああ、開きます。一回やってみましょうか、それ。おお。おお。おお。なるほど。確かにあれは速度がめちゃめちゃ遅いんで勝手に止まる。なるほど。で万が一速度で振ってたらトップしても大オーバーしない。スピンかけに行ったらヘッドスピードこうちょっと上げるんで、うん、綺麗に入れないとダメなんですね。でそういう時トップしたら大オーバーするんですよ、うん、でもああやってこうゆっくり球を打つことでミスしてもミスっぽくならないんで、うん、ぜひこれはやってほしいです。ちょっと開きます。はい、今のも結構良かったんですけど結構これ下ってるんで。そうですね。おお。おお。今のなんかダフってるんですけど、はい、速度で打ってるからダフりにならないです、ね、なるほど。あれを速い速度で打ったらハンドファーストに入ってくるんでダフるんですよ。刺さりそうやね。そう、でもこの角度をキープしたままめちゃめちゃゆっくり振ってたらダフってもダフらないっていう。バウンスを使える。まあ、なかなか変わってますね。でもそうですね、あんまり出会ったことないですね、今まで。特殊っすね。特殊特殊。結構みんなスピンかけるんですよね。ああ、ちょっと気持ち悪いですね。ああ、キモい、キモい。はいはい、大丈夫です。なんもないです。なんもない。キモいって気持ち悪い。はい、なんもないです。なんもない。じゃあ、玉拾ってもらおう。ああ、そうそう。なんか、うまいね、普通に。ラウンド動画やとなんかわちゃわちゃしてくれるんで、はいはい、あんまわちゃわちゃしてくれない。まあまあまあね。いろいろある。いろいろある。こっちも大変。じゃあまあ次僕に行きましょうか。はい。どんくらい上げようかなってまず考えちゃうんですよね。そうやね。それがわからな構えも全部。そうですね。ちゃうもんね。なんか僕高い球も何種類か持ってるんで。はい。まあ、まあそこまでスピンも効かへん。普通の高い球、ふわっと上がる高い球打ちましょうか。はい。まあまあ、フェースを、まあ僕は、30度ぐらい開くんだ。このくらい。普通はどう？これがまっすぐ。まっすぐがこれやとしたら、
こんくらいかな。はいはい。こんくらい開きます。まあ、これで、まあ、そこそこ高い球が打てると、まあ、約30度ですね。まあ、ここからアドレス組み立てていくんですけど、アドレスはちょっとオープンで左足のつま先をちょっとこう、まあ、外にやるっていうと、あと球の位置はどうやろう、この辺かな、左足かかと前ぐらい。転がしの時よりスタンスは広め。あ、どっちかというとちょっと広めかもしれないですね。それは何か理由がある。なんか重心下げた方が、あ、高い球は打てるかなっていう。ちょっとでどしっと構える感じですよね。でまあこのまま打っていくんですけど、ボンちゃんみたいにそのゆっくり打つとかじゃなくて、はい、まあ、普通にこのフェースの開き具合で、要はまあこの60度のウェッジが70度ぐらいかな、になってるイメージ。だからもうそのクラブをそのまま普通に打つだけで、まあ勝手に高い球が出るっていうスタイルですね。フェースちょっと開いて外に置いて。で、グリーン始まったら辺に落とすぐらいのイメージ。はい、フェースをもう返さない。そのままですね。で、まあちょっと、もうちょい開いて、もうちょい上げたりもできます。もうちょい弱い球。低い球と一緒であんまりもう手に力入れない、ゆるい球で、ゆるい球で、こんな感じで、こんな感じで、はい。で、これね、高い球を打つ時の注意点として、地面の硬さ結構重要なんですよ。うんうん、で、この状況実はちょっと地面硬い状況なんですよ。はいはい、で、硬かったらどうなるかって言ったら、まあ、バウンスちょっと跳ねやすい。はい、で、あんまりこう、ふわっとしたところやったら、結構アッパーに入れてもこう、球拾えるんですけど、はい、まあ、こういう硬い状況で、こう結構こう、なんていうかな、こう上にこう振っていくスイングしたら、結構バウンスが跳ねて、こうトップしとかしやすくなるんで、まあ、そういうのだけ、こういうライは注意が必要かなって感じですね。まあ、それこそボンちゃんが言ったみたいに、ゆっくり打ったらちょっとぐらいのバウンスの跳ねはほぼカウントされないんで、はい、まあ、ゆっくり打つっていうのもポイントかもしれないですね。刺身、結局、はい、僕ら転がしやって、はい、打ち方も大事やけど、イメージ大事言うとじゃないですか。はい、結局、上げもそうですね。そうですね、うん。イメージはやっぱり、自分の今から打つ球に対して、まあ、目標設定しっかりしてあげて、うんうん、で、まあ、そこから、そのイメージに近づけて、まあ、できるだけもう目標地点を、まあ、見とく。落としどころも、はい、うん、落としどころをしっかり決めて、まあ、そこに落としていくと。で、上げの場合は、うん、結構ピン近くまでボール打っていくじゃないですか、はい、キャリーを。だからその落としどころが曖昧やと絶対寄らないですね。そうですね。で、転がしの場合は多少ルーズでも、まあ、グリーン面が長いんで、うん、なんか寄る時があるんですけど、うん、こう直接ピンに近いところまで打つ時は落としどころをきちっと決めとかないと、うん、結構全然ちゃうとこ行っちゃったりするんで、うん、そこはミスらんようにしてほしい。そうですね。目標設定は結構大事だし、どれくらい上げるかも大事だし、 そうやね、そこだけちょっと注意は必要かもしれないですね。はい、はい、ということで、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやー、うまかったですね。いやいや、うまかったですね。あれっす、火吹いてましたね。火吹いてましたそんな風にやけど、まあ全部手前で止まったけど、スピンかかりすぎてあのグリーンが焦げてますいや、そんなかかってないからまあスピン効かすアプローチもね、またやり方あるんで、はい、まあ、その辺もまた皆さんにね教えさせてもらったら、まあ、いいのかなと。はい、まあ、ただスピン効くアプローチはね、そのクラブにもよるんで。そうですね、結構難しいところあると思うんですけど、うん、まあ、今回はちょっとふわっと高い球で、止めるアプローチを、まあ、2人のやり方で説明させていただきました。はい、皆さんぜひね、次のラウンドから活かしてみてはいかがでしょうか。はい、
ということで、僕らが言ってる打ち方も大事ですけど、まあ、皆さんが客観的に見て、あ、こここうしてんなとかもしあったら、はい、まあ、そこ真似していただいてもまあできるんじゃないかなと思います、うん、ぜひ皆さんで参考してください。というわけで皆さん今回もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。